ロマレオサウルス・ラマリアソリスは、イギリス・ヨークシャーの前期ジュラキの地層から発見された、ロマレオサウルス類に属するプリオサウルス類の絶滅した属の一つである。アール・クランプトニーの生態復元1848年7月、ヨークシャーのアラムクオリーで大きな主潮流の化石が発見された。そこは、ホイットビー・レーガン層のアンモナイトゾーンであり、 1>, 1億8300万から1億8000万年、前のドアルチアンの地層と見積もられている。頭骨を保存した完全な骨格、ミング f フ8785は5年間、マルグレーブ城に保管されていた。1853年、城主、マーケスは、アイルランド人の外界見解剖学者のクランプトンに、この興味深い発見を紹介した。同年、クランプトンは、 化石を英国学術協会の年次会のセンターピースとして展示するためにダブリンに移送した。アイルランド動物学会はその巨大な爬虫類のために特別な小屋を建築した。10年後、その標本は未だに記載論文が書かれておらず、ロイヤルダブリン社会博物館へ移送され、アレキサンダー・カートとウィリアム・ベリーによってプレシオーサウルスの新種として正式に記載された。 彼らはアイルランドの科学者、フィリップ・クランプトンに敬意を表しその種をプレシオサウルス・クランプトニと名付けた。1874年、イギリスの地質学者、ハリー・ゴビアン・アシーリーは現在、ロマレオサウルス科のホロタイプとされている。この標本に基づき、新属ロマレオサウルスを設立した。2006年に、ようやく頭骨の補修が行われ、本属の再研究が始められた。 ロマレオサウルスプロピンクースは、ホロタイプ w m 8 5に s として知られる頭骨を保存した、ほぼ完全な骨格に基づく。ヨークシャーのホイットビーデー岩層のアンモナイトゾーンで採集された。年代は1億8000万から1億7700万年、前のトアルチアン中期。プロピンクース種は1876年にテートとブレークによって、 プレシオサウルスの新種として記載された。ワトソンが1910年にロマレオサウルスの種の一つとして再記載した。2007年にアダム・スミスは自身によるロマレオサウルスの解剖と分類では本種はロマレオサウルスゼトランディクス・ラマリアソリスゼトランドカスのジュニアシノニムであることを示唆されると指摘したスミスンガレス J.Dyke Considered This ー p ーーバレット ロマレオサウルス・トルントニ・アール・ソーントニは BMNHR4853 のホロタイプによって知られる。それは頭骨と下顎骨のほとんどを含んだ部分的に完全な三次元的に保存された骨格である。ノーザンプトンシャーのキングス・ソープのトワーシアン海から発見された。基地のヨークシャー以外で発見されたイギリスのトワルチアンのロマレオサウルス類では 唯一よく知られたものである。トルントニダネは1922年にアンドリュースによって記載され、後に1996年にクルックシャンクによってクランプとニシカ・ゼトランディクスダネのジュニアシノニムとされた。アダム・スミスとダイクは2007年と2008年に本種は独自の種であると主張している。ヨークシャー博物館所蔵の R ・ゼトランドカスの ホロタイプロマレオサウルスゼトランディクス R ゼトランドカスはヨーリム g 5 0 3というホロタイプで知られる。ほぼ完全な頭骨とあばら骨を伴う脊柱からなる。ヨークシャーのホイットビーデーガン層のアラム血眼から採掘された。年代はトアルチアンである。ありがとうございます。